ソンクラー湖はタイにある、最も大きい天然の湖。マレー半島にあり、国土の南方にある。1 0 4 0トル2の面積を覆い、ソンクラー県とパッタルン県の境界でもある。湖と呼ばれているが、地質学的に複雑な方である。南端のソンクラー湖、中央のルアン湖、北端のノイ湖の3つの部分に分けられている。南部には、 ソンクラー市にあるタイランド湾へ注ぐ380メートルの広い海峡がある。海水の約半分の塩分濃度の寄水域である。6キロメートルまで狭まったところを抜けて北へ行くとルアン湖である。マングローブの沼地にある北端はノイ湖でありパッタルン県に位置している。海と湖とを分ける75キロメートルにも及ぶサシが最も顕著な特徴である。 多くのサシと違い、元から存在していた島がそれより、前の湖の沈み込みによって繋がったことにより、形成されたようである。北端のノイ湖は、淡水湖、ルアン湖は、奇水湖であるが南に行くほど塩分濃度が高くなり、ソンクラー湖はかなり塩分濃度の高い奇水湖である。ターラノイ湖近くのフル古く温海アン湿地は、ラムザール条約湿地として1998年より、 保護されている。1975年に作られた、ターラ・ノイ・キン地域の一部であるクアン・キシアンのターラ、ノイ・キン地域は、北緯7度50分、統計100度8分のパッタルンの、金ン地域にある。ターラ・ルアンのちょうど北のあたりはタイで数少ない、減損する人の手が入っていない、淡水湿地生態系の一つである。変わった湿地の中で湖、沼、メラルーカ、ショウタクリン 草原などを見つけることができる。クオンズはメラルーカの小宅林にあり、一年のほとんど水がない島である。クアン・キシアンはターラノイにある海面より0から2メートルほど上にある丘である。ターラノイは5000以上の家族の居住があり、そこのほとんどすべての家族が主源抽出やその地域の土地利用に依存している。釣り、牛の放牧、工作、マット作り。 観光などの活動ができ、1年間に20万人以上の人が訪れる。ターラルアンのパッタルンのシリハ島の近くでは、少ないながらも川本堂を見つけることができる。乱獲と汚染により絶滅の危機にさらされており、IUCN のレッドリストには、マハカム川とマランパやサウンドも含め示して、複数の集団を含め、いくつかの集団は絶滅危惧と書かれている。ありがとうございます。